新京都革命、またはピューリタン革命は、競技には1642年から1649年にかけてイングランドスコットランドアイルランドで起きた内戦革命である。抗議には1639年の主教戦争から1660年の王政復古までを含み、三王国戦争、大反乱、英国内乱もしくは名誉革命と合わせてイギリス革命、 ブリテン革命とも呼ばれる。スチュアート朝時代のイングランド王国は、イングランド国教会による王の絶対主義によって維持されつつも富を得て上昇するものと没落するものが、錯綜し、社会の仕組みが絶対主義の確立された、チューダー朝時代とは大きく異なってきていた。30年戦争では、1624年にフランスの呼びかけに応じて、デンマーク・ノルウェーを、 タイハップスブルク同盟へ引き込むために資金を提供した結果王室は財政難に苦しむことになったしかし1625年にイングランドとスコットランドの王位を継承したチャールズ一世は変化に対応する能力に欠けており王権神授説に基づき議会と対立し大陸の戦果がイングランドにも及ぶことになったイングランド内戦は1641年の アイルランドのカトリックが放棄してアイルランドカトリック同盟政権を樹立したアイルランド反乱から始まった。翌1642年にイングランドでも王と議会の対立から第一次イングランド内戦が始まった。スコットランドでも二次にわたる主教戦争を経て1644年国民名約と国王派の間でスコットランド内戦が始まっている。特に イングランドでは、ピューリータニズムの影響を受けて、民衆運動となり、次第に過激化、大規模化していった。王党派と議会派の内戦は、議会派が勝利して終わったが、議会派内でも、内部対立が起こって、第二次イングランド内戦が起こり、国王チャールズ一世の処刑が行われた。王政は廃止され、共和制のイングランド共和国が樹立したが、第三次イングランド内戦は、 それぞれの勝利した陣営によって、三つどもえの戦争に発展し、特にアイルランドでは、現在も続くアイルランド問題の発端となったクロムウェルのアイルランド侵略が行われた。1652年には、エーラン戦争が始まり、イングランド内戦を制した後もイングランド共和国は安定せず、1653年には、 大きな軍事的功績を収めたオリバー・クロムウェルが担ぎ上げられる形で五国教となった。1654年に英日戦争が始まってダンケルクを占領したものの五国教体制は5年で破綻した。1660年の王政復古によって新京都革命は失敗に終わり、各してイングランド・スコットランド・アイルランドは王政に復した。しかし、正室長や 独自の財源を失ったスチュアート朝の王権弱体化は明らかであった。実権を掌握しつつあったイングランド議会は、王権神授説や絶対王政を施行する王との溝を深めてゆき、それはやがて名誉革命を招いて、王を中心とする絶対君主制から議会を中心とする立憲君主制へと移行することになった。新京と革命は、スチュアート朝の王たちが目指していた絶対主義から、 脱却するという点から市民革命の一つとして分類される。現在では名誉革命と合わせてイギリス革命として議論されることが多い。革命の直接の原因としてチャールズ1世が政治能力に欠けていたことは確かであるが、原因としてはエリザベス1世1世紀、特に末期にその源泉はすでに求められる。農村や社会構造の変化に国家体制が対応できず、 社会の歪みは次第に大きくなっていた。かつては内乱の原因として17世紀の危機論争などが起こった。農民は次第に裕福になってジェントリーになっていく者とより貧しくなって離農する者へ二極化した。エリザベス一世は旧品法などによって社会的安定を保とうとしたものの品農が都市、中でもロンドンに集中して、 急激な人口増加をもたらした。この変化に宗教改革や修道院の解散も影響して貧しい人々を見る視線が事前の対象から怠惰の結果に変わっていった。こうして社会的、経済的に追い詰められた人々が求心的な思想を醸成していった。ヨーマンやオザクミノりの中から次第に広い土地を持つ者が出てきて彼らはジェントリ化していった。 これには、封建領主制からブルジョア的土地経営に様変わりしたことが原因として挙げられる。すなわち、農民は階級的支配による工作ではなく、小契約に基づく労働としての工作という方向に徐々に変貌していく。その中で余裕を持てたものが農業生産性の向上もあって、その所有する土地を全次広げていった。 そしてジェントリーの一角に食い込んでいったばかりでなく、不能の発言力も強まっていった。当時、国家財政は急激に悪化していた。収入面では、余剰生産が規制地主、不能の手に留まって国家まで上がってこなかったこと、支出面では、価格革命による物価の上昇及び戦費がかさんだことがそれぞれ原因だった。 代々の王は、王領地を売却することで当座をしのいできたが、すでに王領地は、ヘンリー・パスシー時代の半分以下にまで目減りしていた。結果として王室は、議会の承認する税収への依存を強める一方で、中世以来の国王体験に基づいた、挑発権、貢献権,権、関税の徴収強化に乗り出して王権に基づいた、財政基盤強化にも乗り出していた。これが、農民のみならず、 貴族や承人階層の不満をも高める結果となった。特に、スコットランド王ジェームズ6世が、イングランド国王に迎えられて、スチュアート朝が始まると、財政の膨張に拍車がかかるようになり、国王からの議会に対する予算の要求が増加していった。これを危惧する、停心グループから1610年に、大契約と呼ばれる、仲裁案が国王と議会に出されたものの結局は、 失敗に終わり、それ以後も財政悪化がますます深刻化する中で、ジェームズ一世の息子チャールズ一世が王位を継ぐことになったのである。こうした情勢にも、チャールズ一世は、王権侵受説を捨てず、議会に対して予算を要求するのみだった。一方で、議員たちにとっての議会とは、地元の陳情を処理する場であった。両者の関係は、次第に離れてゆき、 1628年6月の権利の請願提出を経て1629年に議会は解散を命じられた。チャールズ一世の治世当初は、ジェームズ一世からの長新バッキンガムジョージ・ビリアーズが政治を取り仕切っていたが、失敗の連続で議会の不満を買い、1628年にバッキンガムが暗殺された後は、チャールズ一世が申請を始めた。この申請時代は、 イレブンイヤーズティラニーと呼ばれる。申請では権約と協会の監督性強化、新規課税による財政再建が主な課題となった。財政再建においてはトン税、ポンド税、船舶税の徴収強化を図ったが、議会の承認を経ていない税ゆえに反発を招いた。チャールズ一世は、ジョンハムデンら反発したものを、性質調で裁き、投獄して耳そぎの刑に処した。 教会の監督性強化の面では、側近のカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードの進言で、スコットランドへの祈祷書施行が行われたが、長老制のスコットランド国民名役の反発を招き主教を戦争を起こした。戦争の結果、賠償金を支払うこととなり、資金が不定した、チャールズ一世は、再度議会を開かざるを得なかった。 各しで議会が召集されたのは1640年4月だったが、行き違いはむしろ深刻になっており、議会は3週間足らずで解散された。これが短期議会と言われるものである。しかし主教戦争を遂行するためにも予算が必要であり、予算を得るためには議会の開催が必要だった。こうしてやむなく際の議会を召集し、長期議会が同年11月に開会された。 ジョン・ピムが指導する議会は、国王とその側近、及び国境会ヒエラルキーに対する攻撃を強調、性質調、高等州務官裁判所廃止、トン税、ポンド税、船舶税を、議会の承認を経ていないことを根拠に違法と宣言、申請で問題視された機関や税を廃止した。一方で治安が急速に悪化し、アイルランドでカトリック同盟による内戦が起こった。 現地プロテスタント虐殺の法に沸騰したロンドンでは国教会に対する不満が噴出していた。1641年5月には国王派で議会内の反対派鎮圧を格索していたストラフォード・ハクト・マス・ウェントワースが議会によって人身保護の権利を剥奪されて処刑されている。1641年11月に外交などの国王体験を制限して 議会試験を主張する議会の大感想が僅差で可決されたことが事態を決定的なものとした。この抗議文は求心性を有しており、すべての議員に支持されてはおらず、可決したものの票差は159対148とわずか11であった。この抗議文への姿勢の違いから議会は国王派と議会派に分裂した。続いて12月に議会が 民兵条例を審議すると、国王側近はこれを、議会による絶対主義であるとして激しく非難した。こうした状況を受けて、チャールズ一世は1642年1月に、議会派の中心人物、ピーム、ハムデン、アーサー・ヘジルリッジ、デンジル、ホリス、ウィリアム・ストロードら5人の逮捕を命じ、これを見たロンドン市民は、議会派に着いた。 5人の逮捕に失敗趣味の危険を感じておが、ロンドンを離れると、国王派と議会派は互いに軍備に取り掛かり3月に民兵条例が可決、議会から国王への和平提案が拒否されると両派は完全に分かれて、イングランド全土を巻き込む内戦が始まった。この時期、民衆はピューリタンらの発行したパンフレットを通じて一連の政治問題に強い関心を示し、 政顔や暴動などが起きて民衆の政治活動が活発に起き始めていた。この中から口述する平等派が作られていき、長老派との抗争において独立派を支持した。ヨーロッパ大陸の30年戦争とそれによる批判はフランスなど大陸諸国が介入する余力を残さなかった。これによって、 新京都革命は大陸に波及することがなく、後の名誉革命やフランス革命と違って、海外の干渉をほとんど受けずに進展した。ただ、チャールズ一世は、隕石関係にあるフランスとオランダから協力を取り付けるため、内戦開始前の1641年から接触していた。フランスは、王妃ヘンリエッタ・マリアの出身地でオランダは、王女メアリー・ヘンリエッタの突ぎ先であり、 両国はイングランドへ派遣した外交官を通して国王を見守っていた。しかし王妃から支援を頼まれても両国は内戦介入を避け、他の国々も同様で国王は海外から支援を得られなかった。一方、フランスやオランダが内戦の調停に乗り出したこともあったが国王に反対され失敗に終わった。ここでは新京都革命において見られた。 主な党派について説明する。イングランドにおいては、各党派は、階級や地方による分類が難しく、どの党派に属するかは血縁などの個人的関係が大きく影響していたと言われる。議会にはいたものの、代行義文の趣旨に賛同せず国王側についた議員とその領収を指す。国王派と言っても、議会との妥協を図るものから、徹底抗戦を主張するものまで、見解には、 心腹があった。産業化が進んでおらず、ピューリタニズムの浸透が浅いイングランド北部、西部及びウェールズコーンウォールにおいて有力であり、1645年に議会派がニューモデル軍を結成するまでは有利に選挙区を展開させていた。派閥はほぼ国境会信徒によって構成された。代行義文の作成を主導したか賛同して、 国王軍と戦った議員が議会派であるが、主張の濃淡は多様であった。主にイングランド島南部で支持された。多くは国境界改革を唱えたが、求める改革の方向は宗派によってまちまちであった。以下のほかバプテストやクエーカーが入り乱れ、百科総名の様相を呈した。区別のため、弁宜上は中立派と呼ばれるが、 まとまりのある党派ではなく、各党派を結びつけて、和解に至ろうとした個人を総称していう。その活動範囲は多様であり、精力的であったが、革命期において存在感を示すことはあまりなかった。エドワード・ハイドと第二代フォークランド死者クルーシャスケアリーラが中立派とされ、恩健な国境とである彼らは過激なイデオロギーを嫌い。 ロードの宗教強制にも内戦にも反対し、和睦を主張したが、強硬なチャールズ一世に受け入れられなかった。スコットランドの勢力で国民名約に加わったものからなる。国教会の中央集権的教会制度を嫌った、長老制に基づき、信仰面ではイングランド長老派とほぼ同じである。後に、スコットランドの完全支配を目指した強硬派と、 あくまで王の下での長老性を支持した恩恵派に分かれて抗争が起こった。アイルランドの勢力、ゲール人、イングランド人ともに官職から阻害されてきたカトリックが団結して作った。主に国王との和解及びカトリック信仰の承認を求めた。信仰面からイングランド議会派や名役派と対立した。大陸側のスペインなど、 対抗宗教会各勢力の支援も受けていたと言われる内戦勢力図。黄色は議会派、赤は王党派。左上1642年、右上1643年、左下1644年、右下1645年。1642年からイングランドで議会軍と国王軍の内戦が始まった。 8月22日にチャールズ一世はイングランド中部のノッティンガムで挙兵。議会派もエセックス博、ロバート・デバルーを総司令官に任命。オリバー・クロムウェルも議会派に資金提供、重募した、騎兵隊を連れてエセックス博のもとに派生参じ。10月23日のエッジヒルの戦いで、両軍は衝突した。国王軍はチャールズ一世のオイルパートが率いる騎兵隊が 議会軍の一部を打ち破ったが、議会軍も奮戦し、決着がつかず、エッジヒルの戦いは引き分けに終わった。チャールズ・イッシェイラ国王軍は、ロンドン制圧を図ったが防備が固いため断念、オックスフォードへ退いて、軍事拠点とした。この時点で、エセックス博の優柔不断の態度が現れる中、クロムウェルは、故郷のイングランド東部へ退いて、敵機体増強を推し進めた。 一方、海軍と主要港は、議会派のウォリック博、ロバート・リッチが確保していた。翌1643年に、国王軍は攻勢に出て、チャールズ一世は、オックスフォード方位へ向かったエセックス博の軍に勝利、北部ヨークシャーでは、国王派のニューカッスル博、ウィリアム・キャベンディッシュが議会派のファーディナンド・フェアファクス、トーマス・フェアファクス・不死と戦い、6月30日の、 アドールトンムーアの戦いで撃破した。西部でも国王軍が優勢で、ラルフ・ホップトンが議会派の西部連合軍司令官、ウィリアム・ウォラー相手に7月5日のランズダウンの戦いと13日のラウンドウェイダウンの戦いで、連勝、国王軍が3方向からロンドンを伺う,う体制が整った。国王軍のロンドン進撃は直前で中止され、9月20日に、 エセックス白軍と国王軍が衝突した第一次、ニューベリーの戦いは決着がつかなかったとはいえ、劣勢に追い込まれた議会軍はマンチェスター白、エドワード・モンタギューを司令官とする東部連合を結成。クロムウェルは副司令官として東部防衛に全力を挙げ、国王派の放棄を鎮圧しつつ、北部のフェアファクスフ氏と協力、南下した入荷する白の軍を月日の ウィンスビーの戦いで激破東部を確保し名声を高めた。また議会派は9月25日にスコットランドと厳粛な同盟と契約を締結し体制を立て直した。1644年4月、東部連合とフェアファクス府市が合流した、議会軍とスコットランド軍はヨークにこもる、ニューカッスル港を包囲したが、ルパートの救援軍が来たため中止。 7月2日のマーストンムーアの戦いでは、クロムウェルの活躍で退治したニューカッスルコートルパートの国王軍に勝利、北部は議会軍が奪った。ウォラーも3月29日のチャーストンの戦いで、ホップトン軍を破り、エセックス白軍と合流して、オックスフォードへ向かい、チャールズ一世は南西へ退去して戦況は、議会軍が有利に進んだ。しかし依然として、 内戦の決着はつかず、8月のロストウィシエルの戦いで国王軍の反撃に遭い、エセックス博が敗れ、議会から救援を命じられたマンチェスター博は命令を拒否する姿勢が目立ち、10月の第2次ニューベリーの戦いでも優柔不断な態度を取ったため、議会軍は後期を逃し国王軍が立ち直ってしまった。クロムウェルはこうしたマンチェスター博の態度に起こり上司を非難。 議会がクロムウェルを擁護、避難する派閥に分かれる中、12月に彼が議会に軍政改革を提案したことで進展が見られ、1645年2月15日にニューモデル軍が創設、4月3日に事態条例が成立したことでエセックス博、マンチェスター博、ウォラーラは軍から排除され、それぞれの軍勢や、 敵機隊を再編成したニューモデル軍の司令官にトーマス・フェアファクスが副司令官にクロムウェルが就任した。当初は実戦経験や質で勝る国王軍が有利に戦ったがニューモデル軍をはじめとする軍政改革が行われて議会軍が強化されると議会軍が優勢になった。当初敵機隊の隊長に過ぎなかったクロムウェルは 議会軍の中で次第に頭角を表してゆき、ニューモデル軍結成にあたっては、その副司令官となった。議会軍は1645年6月14日のネーズビーの戦いで勝利を決定づけ、クロムウェルは西部を、フェアファクスは南西部を相当、ルパートは9月10日に、ブリストルで降伏、ホップトンもなす術もなく、打ち破られ、1646年6月24日に、 フェアファックスがオックスフォードも落として第一次内戦を終結させた。戦後議会軍と仲たがいしたスコットランドとチャールズ一世が手を組み1648年に勃発した第二次イングランド内戦も議会軍が勝利、急進的になった民衆や議会のもと1645年1月10日にウィリアムロードが1649年1月30日にチャールズ一世が処刑された。 その中で議会は革命の推進役となった軍に警戒を強めつつあった。軍はバプテストや独立派などが多く心情面で急進的であり、議会は長老派が一定数を占めていたため恩恵であった。特にクロムウェルなど軍指機関の名声は言ます一方であり、議会としては革命の主導権を奪われかねない状況にあった。軍内部にも 政治主張で独立派と平等派の分裂が見られ、権利要目、人民協定発表及びパトニー討論を経て、クロムウェルら独立派が、かろうじて主導権を握ったが、議会と軍の関係は、次第に疎遠になってゆき、議会が財政難を理由に、軍隊の削減を主張するに及んで、軍は反撃に出た。1648年12月6日のプライドのパージがそれであり、 軍が長老派議員たちを議会から追放し、ランプ議会を誕生させた。このパージ以降、軍の色色濃く反映した議会運営が進められてゆくことになる。国王の処刑や対アイルランドスコットランド戦争も、そうした文脈の中で起こった。新京都革命の勢力図共和制宣言をもって、成立したイングランド共和国は、様々な内部対立を抱えていたが、 これを維持し得たのは、軍人として名望が高まりつつあった、クロムウェルの軍港と三十年戦争で諸外国が消耗していたからだった。共和政府はまた、財政立て直しのために、王、国王派の領地を没収、売却したがこと足りず、軍縮に手をつけざるを得なかった。これによって、軍との対立を招き、五国共政時にとって変わられることとなった。 ダンバーの戦い反革命勢力の排除共和制、イングランドにおいては独立派がランプ議会を主導し、保守派と革命の徹底を求める平等派の追い落としを始めた。追放された長老派は、スコットランドにその活路を求め、オランダに亡命していたチャールズ2世を迎え入れた。一方、平等派は独立派に徹底的な弾圧を加えられ、その勢力はなお健在ではあったが、 組織化されることはなくなり、独立派の単独政権が確立された。平等派を追い落とした独立派は、アイルランドカトリック同盟を速やかに鎮圧し、チャールズ2世を要するスコットランドとの間に1650年7月22日に先端を開いた。9月3日のダンバーの戦いで、スコットランド軍は決定的敗北を喫し,し、イングランドに潜入した。 チャールズ2世もちょうど1年後の1651年9月3日、ウスターの戦いでンプなきまでに叩きのめされた。一連の戦闘を指揮していたのはクロムウェルであり、この華々しい戦果に圧倒的な名声を得た。また、共和制イ,イングランドは、これらの勝利によって一応の安定を得た。議会と軍の不和反乱の鎮圧には膨大な戦費がかさんでおり、 一段落したところで議会は財政立て直しのために軍の削減を主張した。さらに議会は公開条例を通過させオランダと険悪な関係になり第一次エ乱ラン戦争が勃発した。革命の担い手と自負していた軍は議会に対する態度を硬直させ、軍隊内では議会の解散を求める声が大きくなっていった。軍隊の立場を代弁、代表していたのは トマス・ハリソンであった。彼をはじめとする軍隊内の第5王国派は、神の王国の実現は近いとし、革命を導いたニューモデル軍こそその担い手であると主張していた。両者の対立を難着陸させようと考えていた。クロムウェルも、こうした軍隊内の過激化を抑えきれず、ついに、ハリソンと同調して1653年4月20日に、議会の解散を強行し、 ベアボーンズ議会を成立させた。ベアボーンズ議会、聖者議会、推薦議会、指名議会、小議会、癒しい身分の共振者たちの集まりなどと呼ばれた、ベアボーンズ議会は、ランプ議会に代わって7月4日に開会した。この議会で、中心的役割を果たしたのが、求心派ハリソンと恩賢派、ジョン・ランバートであり、クロムウェルは、両派から英雄として担ぎ上げられていた。 ハリソンら第五王国派の影響を受けた、彼は議会に国家権力を異常、共和国の改革を期待していたが、議会は最初から急進派と恩憲派の対立が収まらず、クロムウェルは異常を後悔するようになった。恩憲派は議会の解散とクロムウェルの国王就任を目論み、その思惑通りに事態が進展。ベアボーンズ議会は5ヶ月後の12月12日で自主解散した。 クロムウェルは、この構想に同意したわけではなかったが、議会がなくなってしまった以上、政権を引き受けざるを得ず、キングではなく、ロードプロテクターとして、しぶしぶ政権の座についた。1653年12月16日に成立し、元首である、五国協、内閣にあたる、国務会議、そして、議会の三者均衡を目指していた。 五国教体制は独裁制度は正確をことにしていた。五国教の権力は統治焦点によって制限され、立法権は終戦室の議員によって運営される議会に留保された。しかしこの制度はすぐに破綻をきたし、反乱分子を抑えるために強権的にならざるを得なかった。クロムウェルは独裁者たることを望んでおらず、合意による国政運営を目指していたと言われるが、 国王派から平等派、第五王国派まで包含していた、イングランド内にあって合意など、元より不可能な状況にあった。反革命勢力は1654年9月3日に召集された第一議会に選出され、政府の支配の道具として使われた軍隊の削減を求めた。革命勢力たる軍と保守化する議会の間に合意を引き出せるはずもなく、 クロムウェルはどちらにつくか逡巡した後議会の解散を選択せざるを得なかった。各地で平等派や国王派の反乱が相次いでおり、軍縮できる状況になかったためである。また、これら反乱分子を抑えるため、軍政官設置など独裁的行政手段に訴えなければならなくなってきていた。こうして解散された議会だったが、 財政の逼迫はクロムウェルに変説を余儀なくさせた。議会の同意なき課税は無効という伝統がすでにイングランドに成立しており、これに基づいて議会を再召集する以外になかった。1656年9月17日に開かれた第2議会は議員資格をめぐって混乱があったものの、どうにか開かれた。議会は保守化の傾向を促進させようとし、 1657年2月に、統治商店の修正案が議会へ提出され、謙虚な請願と、韓国と名付けられた修正案は、軍幹部の反対にあいながらも3月に可決、クロムウェルに王の称号を送り、上院の復活を求めるなど、スチュアート朝時代の政治体制に戻そうと不信した。クロムウェルは、王の称号以外の部分は概ね重諾したが、これが、 王政復興への道を決定づけたとも指摘されている。軍の弱体化を狙う政府内の動きに、第5王国派や平等派、そして兵士たちは反感を募らせていき、西願や抗議行動を活発化させていった。自らの支持基盤が軍であることを知っていたクロムウェルは、こうした動きにやむなく1658年2月4日に議会を解散し、軍から忠誠を取り付けた。 しかし議会を解散したことによって、今までの反乱分子だけでなく、独立派なども反対勢力に回り、軍以外に支持基盤を見出せない状況に追い込まれていた。そんな中クロムウェルがインフルエンザにかかり、1658年の彼が名声を得た日と同じ9月3日、59歳でよう去った。後を継いだ三男のリチャード・クロムウェルは無能ではなかったと言われるが、またも、 財政問題から議会を開かざるを得ない状況に追い込まれていた。また、オリバー・クロムウェルという過去を失って、1659年1月27日に開かれた第3議会と軍の対立はもはや大いがたくなった。選挙資格や選挙区の区割りをもとに戻して行われた、選挙から選ばれた議会には、長老派と党派構想をも復活させた。 そしてクーデターによる4月22日の議会の解散、5月7日のランプ議会の復活という変遷を経て、限界を悟ったリチャードは、引退を決意し5月25日に、五国教を辞任した。彼を失ったことは軍隊をも4分5列させ、軍の主導権を握ったランバートが10月13日に、クーデターでランプ議会を解散させ、軍事政権を樹立するなど混乱が続いたが、そこに、 ジョージ・マンクが率いるスコットランド軍の進攻が重なった。あらかじめイングランドの支持勢力を取り付け12月16日のランプ議会復活に手を貸していたマンクは1660年1月にイングランドへなんかランバートを捉えて軍事政権を崩壊させ2月3日にロンドンへ入るとパージで追放された議員たちを戻して2月21日に長期議会を復元。それから 自由な選挙を掲げて3月16日に長期議会を解散、王政復興へ向けた取り組みを進めていった。チャールズ2世と側近のエドワード・ハイドはこの後期を逃さず、4月4日にブレダ宣言を発して復与を促した。混乱と内紛にうんざりしていた議員や国民の圧倒多数によってこれは支持され、4月25日に総選挙を経て開会した仮議会も、 受諾5月7日、宣言を受諾する施設がオランダに向けて出港していった。そして5月29日、チャールズ2世のロンドン機関で王政復古が成就した。以後チャールズ2世とクラレンドン博は、寛容を通して国民間の和解を進める方針をとり、免責退社法で大殺しを除いた反対派恩赦を与え、 長期議会で廃止された国王体験とその期間の復活はしないことで議会とも良好な関係を築くことに尽力していった。ただし信仰の自由は認められず、仮議会が12月29日に解散、翌1661年5月8日に召集された岸議会はクラレンドン博の反対を押し切りピューリタン弾圧法を次々と可決。 チャールズ2世紀の親カトリックの姿勢も、相まって、信仰は政治問題と化していった。1639年の明約戦争、主教戦争から1651年のクロムウェルによる制圧までの内戦は、スコットランド革命と呼ばれる。イングランドにおける、急進勢力が独立派やバプテストであったのに対し、スコットランドでは、長老派の中で強硬派と恩賢派に分かれ、 強硬派は王に対する徹底抗戦とスコットランドの実効支配を目指した。一方、恩憲派は、名惑の目的は、長老制の確立のみであり、スコットランドは国王のもとに帰するべきと考えた。この違いが、内戦のみならず対イングランド外交にも影響し、強硬派の勝利、実権掌握がイングランドとの対立を招いた一因となった。これに続くクロムウェルの遠征によって、 スコットランドは史上初めて直接支配を受けることになった。スコットランドは山岳地帯や大小の島々が多く中央集権に向かない地域であった。地方ごとに有力貴族、士族がそれぞれの領地を治め、王がそれを束ねる文献的な封建制にも似た国政をとっていた。そうした地方における宗教は、神徒の代表であるオサム会長老と、 協約者である、宣教長老という長老が、合議によって、教会自治を行う長老制が優勢となっていた。1637年、チャールズ一世は、国教会期当初を施行した。国教会は監督制すなわち国王を頂点とする、ヒエラルキー構造に基づく、主教制的な要素が強いものであり、従って、スコットランドの激しい反発を招いた。 スコットランドの有力貴族らは反乱を起こし、モントローズーらは1638年2月に国民名役を成立させて、長老性主義のもと団結した。名役派の狙いは、1603年の同君、連合成立以来のスコットランド・イングランド両国のあり方を問い直すものであった。すなわち、イングランドに吸収合併されるスコットランドではなく、対等な関係を目指していた。 しかし対等な関係は、イングランド側からすれば分不相応な要求というべき、ものであった。人口比で5対1、経済力ではそれ以上の開きがある両国が対等などとは、到底応じられないものであった。第一次及び第二次の主教戦争によって、イングランド王室は財政の限界に達し、申請を中止して、議会を召集せざるを得なくなった。これが、 イングランド議会と国王の対立を招いた一員とされる。スコットランド内はほぼ名役派として団結し、祈祷者の停止を議会で宣言した。さらに、イングランドのチャールズ一世に主教戦争を挑み、両軍はイングランド北端、トゥイード川川口のベリックで退治した。これは結局退治しただけで、チャールズ一世が和議を申し込み、1639年6月18日に、 ベリック条約が成立した。条約が成立したものの、チャールズ一世は主要な対立点である宗教問題について情報しなかった。それだけでなくカトリックの有力士族であるハントリー公爵、ジョージ・コードンを北方長官に任命し、スコットランドに主教制度の浸透を図った。必然的に、スコットランド名役派は再び軍を起こし、モントローズ公が D 教の戦いで、 国王派を破りハントリー以降を捉えた。これによって第二次主教戦争が始まった。明薬軍の南進の方がイングランドに届いたが、短期機会で課税承認に失敗し財源がほとんどないチャールズ一世には軍を従えるだけの資金が底をついていた。明薬軍がニューバーンの戦いでイングランド軍を破り入荷するアポンタインを占領したところで、 チャールズ一世が和平を求めてやってきた。こうして締結された立本条約は賠償金の支払いが盛り込まれた。これがイングランド財政をいよいよ復定させ長期議会召集につながることになった。主教戦争が一段落するとスコットランド議会は国政の中心機関となり様々な議会改革が進められた。 この改革がイングランド長期議会での改革及び代行議文のモデルとして採用された。またスコットランドは1641年8月に批准されたロンドン条約で将来の国家構想を提案、イングランドと対等な関係を築き、両国の議会が王権を制限しながら政治、軍事、外交などを相互協議で行う連邦制を望んだが、イングランドからは、 未回答と先送りの返事だけであり実現しなかった。スコットランドを統治していた名約派は敵の敵は味方の論理でイングランド議会派と良しを通じるようになり1643年にアーガイル公の尽力で厳粛な同盟と契約を締結した。議会軍の求めに応じて名約軍はカトリック同盟を平定すべくアイルランドに遠征したり、 イングランドの国王軍の背後を襲うために、リーベン白イのデイビッド・レズリー率いる派遣軍がイングランド侵攻も行い、1644年のマーストン・ムーアの戦いにも参戦した。これは平定後、イングランドに貸しを作って将来の関係を優位にしたいという思惑があった。しかしこれは後に、ことごとく共和政府に裏切られる結果となる。その一方で、 長老性を守り抜いて平和になったスコットランドでは、名薬軍が結集する意味が薄れてきていた。こうした中で、名薬軍の中から、これ以上チャールズ一世と争う必要はないとする者たちが出てきていた。モントローズ公を中心とする名薬軍恩恵派は、スコットランドで得た権力を失う前とする強硬派のアーガイル公及びリーベンハクラと対立し始めた。モントローズ公は、 チャールズ一世のもとに赴いて国王への忠誠を誓い、派遣軍が留守の間に1644年に拒兵、1645年のインバロヒヒーの戦い、キルシスの戦いで、アーガイル・コーラ名役軍強硬派を破り、スコットランドを平定してしまった。名役軍恩恵派は、実質国王派となった。しかし、イングランド内戦は、議会軍の勝利に終わり、 モントローズ港は戻ってきた派遣軍、アーガイル港と対立したが、戦闘はノウハンキで、モントローズ港の元にはほとんど兵は集まらず勝負にならなかった。モントローズ港はレズリーに、フィリップ・ホフの戦いで敗れ大陸へ亡命。1650年に再強を図り、スコットランドに戻ったが捕らえられ処刑。スコットランドは束の間、アーガイル港の失勢体制となった。なお、 アーガイル公は王政復古のごハンとして処刑され、モントローズ公は英雄となった。強硬派が勝利した名役軍はイングランド政府に長老政実施の約束を履行するよう求めた。しかし独立派などのセクトが力を持つ政府、特に政府軍の反発を招き、両者の関係は険悪になってきていた。1647年12月にハミルトン皇、 ジェームズ・ハミルトンら名役派の恩恵派は、チャールズ一世と和解契約を結び、翌1648年7月に、ハミルトン校率いる名役軍はイングランドに攻め込んで、第二次イングランド内戦を起こしたが、8月に、プレストンの戦いで、クロムウェルの反撃を被り大敗、イングランド進行は頓挫し捕虜となった、ハミルトン校は後に処刑された。代わって主導権を握ったアーガイル校は恩恵派を、 排除、短期間で戦争継続を諦め、スコットランドへ進軍したクロムウェルとは僕せざるを得なかった。この時に、スコットランド軍の占領地域からの撤退と和解契約を結んだ恩憲派の追放が決められ、1649年1月に定められた東急法で恩憲派の公職追放が進められた。同月にチャールズ一世が処刑されると、 衝撃を受けたアーガイル公、リーベンハク、レズリーらは一転してイングランドと決別し、名役軍はチャールズ2世を擁立して第三次イングランド内戦を引き起こしたが、それはクロムウェルの再度の来航という事態を招き1650年のダンバーの戦いで大敗、名役軍の足並みが乱れさらなる分裂を引き起こした。アーガイル公は独立の危機に際し法を、 廃止、かつて排除した恩恵派と手を組んで、クロムウェル軍に備えたが、これを認めない、少数の強硬派は、離脱内紛に乗じたクロムウェルが、スコットランド人に、聖職者批判を通して説得、応じた、スコットランド人が、次々と降伏し南部は、クロムウェル軍に制圧され、迷惑派は追い詰められた。翌1651年に、チャールズ2世は、逆転を狙い、 イングランドへ逆進行したが、クロムウェル軍に捕捉され、ウスターの戦いで、決定的敗北を起死しチャールズ2世は大陸へ、亡命、1652年8月にアーガイル港も降伏、スコットランドは平定され、共和政府に吸収合併されることになった。戦後イングランドは、クロムウェルの主張に沿って、スコットランドとの統合を進めたが、反乱勢力には、 おおむね寛大な処置で臨み、宗教にも寛容を意図する一方で、長老派を弱体化させる方針が取られ、全国長老会は、解体、教会化入居者を保護する名目で独立派を、講演した。中産階級や一般市民との結びつきを、図り前者には、経済的保護、後者には、宗教的寛容を唱え、共和国間での自由貿易。 冒険制度解体も宣言式族と、王子主を弱体化させる政策も行われた。またスコットランドは議会を廃止され、しばらくジョージ・マンクなど総督のもとで占領統治されたが、1655年に共和国はスコットランド人を政治参加させる方針へ転換。スコットランドに国務会議を設置したり、第二議会でスコットランド人に議席を割り当てられたりした。 統合は、スコットランド人に嫌をされ、名約派に属していたロバート・ベイリーは一定の評価を与えながらも、スコットランドを占領した、共和国に対する非難を書き残したが、スコットランドは曲がりなりにも安定に向かい、ここで情勢を伺っていたマンクは1660年に、イングランドへ南下しよう復古実現に動いていった。ゲール人が住んでいた頃のゴールウェイ・イングランドが混乱していた頃、 アイルランドでも1641年からカトリック勢力による武力放棄が起こっていた。彼ら反乱勢力は国王軍と同にか和兵を結んだが、共和制イングランドによるクロムウェル遠征にあって鎮圧された。クロムウェルとその幕僚たちは廃山兵や民衆の虐殺を行い、共和国政府は債務弁済のためにアイルランドの土地を イングランドのプロテスタントに分与した。このことはアイルランドの人々の間に長く過去を残し、現在に続くアイルランド問題の源となった。アイルランドにおける新京都革命内戦ではしばしば3から4の勢力で説明される。アイルランドの有産階級はほぼこのいずれかに分類できる。武装放棄は1641年10月23日に、 北部のアルスターでフェルム・オニール、ローリー・オーモアラに引き入られ起こった。この放棄の理由については、アイルランドの地主たちの債務の帳消しを狙ったもので、あるとする説、ニュー・イングリッシュに奪われた土地を取り戻そうと、立ち上がったとする説などがある。当初アルスターで起こったこの武装放棄の首謀者は、ゲール系、オールド・イングリッシュであったと推定されるが、多くのオールド・イングリッシュは、 法規に否定的であった。これが、債務説が支持されるゆえんであるが、とにもかくにも武装法規はたちまち、アイルランド全土に飛び火した。これには、総督府がオールドイングリッシュをも、反乱勢力とみなして敵視したため、彼らは反乱に合流せざるを得なかったという事情があった。従って、反乱勢力といっても徹底抗戦を主張するものと、 早期の和平を望む者とが混ざり合っていたのである。加えて、アイルランドへカトリック国のスペインフランスから支援があったことで、本国から支援を受けられない総督府は苦戦を強いられた。スペイン予兵として活動していたオーエンド・オニールなどがアイルランドに帰国し、反乱側は増強、対する総督府は統制が取れず仲間割れするありさまだった。 やがて総督府が犯行に出ると、反乱勢力はカトリック聖職者の助けを得て、翌1642年10月24日に、評議会アイルランドカトリック同盟を作り、組織化して対抗した。最高評議会員24名のうち5名が、高位聖職者であり、その後彼らの意向が色濃く反映されていくことになる。またこれ以前の5月11日に、 カトリック同盟とは別の組織で聖職者会議であるアイルランドカトリック全国聖職者会議も作られ、この組織もアイルランドの行く末に影響を与えていった。カトリック同盟は自らの名分として神のため、王のため立ったとした。したがって国王軍との和解、協力は規定の路線になるはずであったが、 国王派の中にはカトリックを心よく思わない者も,も少なからず存在しており、同盟側にも国王を敵視する勢力があり、交渉は難航を極めた。当初チャールズ一世はカトリック同盟を敵視せざるを得なかった。国王派は国教会に組みしており、カトリックを嫌う者も,も多かったためである。そのため一時はアイルランドに兵を差し向けたが、議会軍との戦闘が始まると、 アイルランドどころではなくなり和平に傾いた。チャールズ一世の委任を受けてカトリック同盟と交渉に当たったのはアイルランド軍司令官で反乱鎮圧に当たったオーモンドコージェームズ・バトラーでアイルランド貴族でありながらスチュアート町にプロテスタントとして養育されストラフォード博のもとで従軍したこともある経験とカトリック同盟にも窮地の演者が多い人脈を買われた。 1643年9月15日に両者はまず休戦、続いて11月13日にアイルランド総督に任命されたオーモンドコートカトリック同盟は和平交渉に取り組んだ。しかし和平交渉はようやく1644年に始まったものの両者の要求が紛糾して進まなかった。特に国王側はカトリック教会の財産保持を認めず、 国教会へ返還するよう要求したが、聖職者の影響力が強いカトリック同盟には応じられるものではなかった。カトリック同盟もカトリック刑罰法撤廃を要求。双方の要求は実現が難しいため暗証に乗り上げた。チャールズ一世の介入もあって、話はややこしくなり、グラモーガン博、エドワード・サマセットは、チャールズ一世の密使としてアイルランドへ行き、 1645年7月に到着すると、オーモンド公を出し抜きカトリック同盟と軍事援助の秘密条約を結ぶことを画策した。さらに悪いことに、同年11月にアイルランドに赴任したローマ教皇インノケンティウス10世の特使ジョバンニバッティスタ・リヌチーには、アイルランドに対抗宗教改革を実現することを望む教皇派で、カトリック同盟とオーモンド公の交渉に反対。 グラモーガン白に接触しながらもそれぞれの交渉を破棄することを計画。和平交渉が決裂する危険が高まった。カトリック同盟とオーモンド公の交渉が加速するのは1646年3月に国王軍の拠点チェスターが陥落してからのことである。3月28日にそれぞれの要求を先送りする形で和平条約に調印したが、この条約は遅きに失した。 勝利を収めつつある。議会軍はカトリックを敵視していたからである。一方のグラモーガン博は秘密条約締結に失敗しオモンド公に逮捕されたが、条約調印をめぐってカトリック同盟内で抗争が起こり、リヌチーニに先導されたオーウェンラ軍人と聖職者を中心とした反対派が反乱を起こし、条約賛成派が投獄されるという事件も起こった。リヌチーニが 主導権を握ったカトリック同盟は条約を破棄したが、やがてリヌチーには独裁を批判され、失脚、条約賛成派が復帰し改めて1649年1月にオーモンド公と和平条約を結んだ。条約内容は最初の頃と変わらないため、外部の人間が招いた。 無用な混乱で3年も無駄な時間が過ぎたことになるが、そうこうしているうちに、チャールズ一世は、断頭台のロトキへクロムウェル率いる共和政府軍が迫ってきていた。イングランド共和国は、内戦のきっかけだったカトリック同盟への敵意、及び大陸へ亡命していた、王党派がアイルランド経由で、イングランドへ上陸する恐れからアイルランド遠征を、検討。 アイルランド司令官として選ばれたのがクロムウェルである。向こうのヘンリー・アイアトンを副司令官としたクロムウェルのアイルランド派遣軍は補給などした準備を整えた上で1649年8月12日にアイルランドに上陸した。これに対する諸勢力はクロムウェル上陸前に弱体化していて、カトリック同盟はオーモンド公との交渉をめぐる対立で分裂したままで、 王党派に協力する賛成派は、もとより反対派を率いる王円の軍勢も、戦力不足のため5月にアイルランドに駐屯していた議会軍のマンクと急戦を結んでおり、とてもクロムウェルに対抗できる状態になかった。オーモンドコーラ王党派も8月2日のラスマインズの戦いで議会軍の奇襲で大敗、クロムウェルの討伐対象は、足並みが乱れた王党派に向けられた。 クロムウェルがアイルランドに上陸すると、9月11日のドロヘダ工場戦をはじめ、王道派は一般市民もろとも虐殺され、王門の子をなすすべもなく1650年末にフランスへ亡命した。続いて攻撃されたカトリック同盟も立ちどころに敗戦となり、11月の応援志望も相まってクロムウェルに撃破され、アイルランドはクロムウェルに大半を制圧された。 1650年5月にスコットランドゲ撃劇のためクロムウェルは途中で帰国したが、アイアトンが遠征を引き継ぎ、1651年11月のアイアトンの死後は、チャールズ・フリートウッドとエドマンド・ラドローが継続、1652年には組織的抵抗が不可能な状況になり、5月に事実上終戦を迎えた。このクロムウェルの征服の最中、及び、 彼がスコットランドに渡った後、賛美を極める虐殺がアイルランド各地で起こった。かつて放棄の際にニューイングリッシュへの略奪、虐殺があったことは確かであるが、それをはるかに上回る規模の石返しが行われた。陥落した都市から小舟で逃げようとする市民を船ごと沈めたり、配山兵、農民が避難した教会を建物ごと焼いたりといったことが繰り返され、当時の人口の一、 3であった60万人が殺されるか奴隷として、売られるか、あるいは貸ししたとされる。ケール人の中心都市ゴールウェイの市民は追放され、3万人が大陸に移住してゆき、残ったのは、トーリーと呼ばれる追いはぎだけであった。これが後に、トーリー島の名の由来となる。殺戮がここまで大規模になったのは、クログウェル自身が野蛮人に対する神の正当な裁きであるとしたことも、 あるが、共和政府軍の兵士たちの間にもバプテストが浸透しており、これがカトリックに対する過剰な敵意となったことが指摘されている。こうした虐殺はアイルランド人の記憶に残り、現在まで語り継がれている。共和政府は征服したオールドイングリッシュらの土地をイングランド人に分配し始めた。これには二つの事情があった。 一つには兵士に支払う給料を滞納しており、アイルランドの土地を代わりに付与する、胸の証書を発行していたこと、今一つは商人たちから、アイルランドの土地を担保に投資を受けていたことである。この二つを弁済するため、ミア・アイリッシュのみならずオールド・イングリッシュまでも追い払われ、商人や兵士に分配されていった。生活苦に陥っていた兵士の証書は、軍の士官たちに安く買い集められ、 市官がアイルランドの地主となるケースも多かった。クロムウェルが五国教に就任した1653年頃総督府はフリートウッドの下でバプテストが政権を主導していた。彼らは復讐心に燃え、カトリック信徒は民衆に至るまで強制移住させるべきという主張がカマビスしくなってきていた。バプテストは軍事支配を通して中央 地方の政治にも介入し勢力を増大。1652年にはカトリック神道西部のコノートへ強制移住させる政策を進め、労働力を減らしアイルランドの状況を悪化させた。一方、この五六ロムウェルは保守化してきており、政権の安定のために過激な思想を抑え込もうとしていた。1654年12月25日、 クロムウェルは4男のヘンリーをアイルランド軍最高司令官に任命し、フリートウッドとの衝突が懸念され、ヘンリーのアイルランド行きは遅れたが、翌1655年7月にアイルランドへ赴任させ9月にフリートウッドと交代、かの地の安定化を図った。現地に赴任したヘンリーはバプテストでも独立派でもなく、バプテストを遠ざけて、ニューイングリッシュによる統治を行い、 バプテストの政策を撤回して、放棄以前の体制に徐々に戻していった。これには、クロムウェルの副線かつ、ヘンリーの助言者で、議会派のアイルランド貴族でもある、ブロッグヒル教ロジャーボイル、ヘンリーの秘書ウィリアム・ペティ、アイルランドの聖職者、エドワード・ワースの力によるところが大きかった。しかし、ヘンリーに協力して、バプテストに代わり中央、 地方に復帰したニューイングリッシュと対照的にオールドイングリッシュの勢力はクロムウェルの征服で排除され著しく減退していた。1658年のクロムウェルの死後五国共生が頓挫して1660年に王政復古が実現したがブレダ宣言を受けて仮議会が制定した面積、代社法に基づきオールドイングリッシュらカトリックに返還された土地は多くはなかった。 オールドイングリッシュへの恩赦と土地変換を恐れたニューイングリッシュが先手を打ち、面積、大社法にアイルランドカトリックは例外として土地変換を認めない規定を滑り込ませたからである。この規定が災いして訴えたカトリックの地主8000名のうち変換が実現されたのは1000名に満たなかった。こうしてゲール人のみならずカトリックも力を失い、 イングランドによる植民地化が決定的となった。王政復古は全体制に戻すことを目指したが革命以前の状況になることはなかった。特に国王体験と国境界の融合による支配体制は求心力を失い、より安定した国家システムが模索されつつあった。なお、かつては前時代との断絶が強調されたが、現在は社会、経済構造など、 革命前のありようと変わらなかった点も多かったことが明らかにされている。革命の失敗はピューリタニズムなど神秘主義的思想、セクト信仰の敗北を意味し、代わって経験論や政治算術など合理的思考の時代となった。これは後に啓蒙思想や古典派経済学につながっていくことになった。しかし、分離主義、独立派などを信奉する人々が消えたわけではなく、 細々とではあるが明脈を保ち続けた。コーキスチュアート長は国王史情報に基づく絶対王政への回帰を目指した。しかし収入を議会による税に頼り国王が直接裁く、正室長が廃止され翼をもかれた状態にあった。実際の国政は議会が大きな影響力を持ち回帰への思考と実情の落差は次第に溝を深めていくことになった。この落差は 後に名誉革命として表面化するに至る。軍隊、特に陸軍が革命において決定的役割を果たし、それによって一個の利益集団として権政を振るった。これによって多数の勢力が弾圧、粛清され、陸軍の地位低下とともに、軍は政治権力を持つべきでないとする思想が広く共有された。以降、軍人は会に、 若干の議席を確保し続けたが、それは主に軍人の待遇改善を求めたり、軍隊内での出世のための手段として議員になったりというケースに留まった。陸軍の地位低下は海軍の地位上昇にもつながり、以降予算は優先的に海軍に回されるようになった。ランプ議会によって制定された公開条例は、引き継がれ王の直居を得て正式に公開法となり、 商業の振興に力を入れた。これには内戦による国家財政の困窮で消費税などの税収を上げたいという政府側の思惑もあったが、革命以前から活発になっていた振興産業と結びつき商工業の発展に大きく寄与した。財政面では大蔵省の組織改革と効率化が進み、 各種税金を効率的かつ迅速に国庫に収める仕組みが徐々に作られていった。財政軍事国家と呼ばれるこうした経済、財政政策とその体制が名誉革命以降の対フランス戦争を有利に戦う下地を作った。心境と革命は様々に評価されてきた。原因や歴史的位置づけについて自由主義やマルクス主義など その時代の風潮によって異なる視点から捉えられてきた。また、同一時代にあっても、指揮者の立場によっても違う見方をされている。革命直後からしばらくは、歴史上の不祥事として描かれることが多かったが、次第に絶対王政から近代化への第一歩と評価されるようになった。20世紀に入ると、歴史研究者それぞれのイデオロギー、学派から、 活発な論戦が行われることもしばしば見られた。ジョン・ロックは財産、自由の保全のために革命権の行使を肯定したが、新京都革命については無益な企てと断じている。革命権の行使が許されるのは勤勉で理性的な人であり、貪欲なボートではないとした。教養を重んじ賃労働を軽視するジェントリたちに、とって新京都革命は、 ボートに国政を牛耳られた不名誉な事件であり、名誉革命がその名を注ぐものであった。その原因は無知で横暴なスコットランド人の王チャールズ一世に帰すると考えられていた。結果、王権の大幅な制限と民衆の非政治化は、ジェントリーたちの大きな関心事となった。自由主義経済の元世界帝国を築いていた頃のイギリスでは、新京都革命は、 イングランドの騒乱、ピューリタン革命、イングランド革命と呼ばれた。先制、封建制に対する自由、資本主義の戦いとして描写され、近代社会の活気とされた。さらにピューリタニズムに民主主義の精神を見出し、同時代のフランスなどと比較してその先進性が主張された。19世紀に入って、チャーティスト運動の盛り上がりなどの社会現象も、 相まって、マルクス主義士官が広まると、新京都革命は、ブルジョワ革命に分類された。マルクス主義士学は、歴史家、クリストファー・ヒルや、リチャード・ヘンリー・トーニーらによって支持され一定の勢力を持ち、正当学説たる保育士官に対するアンチテーゼとして存在感を示し続けた。この理論は日本にも取り入れられ、大塚史学として、イギリス史研究の本能となった。 この政党学説は1950年代に入って、ヒュートレバー・ローパーによって批判され、苛烈な論戦が戦わされた。トレバー・ローパーによれば、この内戦は、宮廷の官職を独占する大ジェントリたちに対する、中小ジェントリの挑戦であり、ピューリタニズムはビに吹ける大ジェントリたちへの嫌悪感に基づく貧困なジェントリの宗教とされる。これを、トレバー・ローパーは、 コート対カントリという対立概念を用いて説明した。これに対してトーニーはジェントリーの規模ではなく土地経営の仕方を重視した。すなわち伝統的に時代を徴収する方法に留まったジェントリーは没落し、一方時代の釣り上げや牧羊業への柔軟な転換などブルジョア的経営を行ったジェントリーが没効したとするものである。こうした論戦は 根拠となる情報が少ない上に議論が対極的にならざるを得ず不毛な議論となってシリスボムになりこれを見た若い研究者らは情報が出し尽くされていない地方史研究を志すようになったいずれにしてもこの時代まで革命は社会矛盾の顕在化によって必然に起こったものであるという考え方が前提にあった17世紀の危機かつての歴史研究において 革命の原因であると主張され論争が戦わされた17世紀の危機は現在ではあまり帰り見られなくなっている。17世紀の危機論争はトレバー・ローパーとホブズ・ボームによるものでヨーロッパ全般の危機として論じられた。この危機とは以下のような社会の変化に旧来の国家が対応できず社会が不安定になったとするものである。すなわち社会の変化とは 16世紀は公共だったヨーロッパ経済が天候不順などによって停滞し、これによって農村のあり方が封建的から資本性に変貌しつつあり、さらにルネサンス以降膨張しつつあった官僚性を王室財政で賄いきれなくなってきていたというものである。しかし現在は17世紀は経済不況からオランダの重症主義経済に至る過渡期であったとされている。 1970年代に入ると、政党学説に、再び反論が起こるようになった。修正主義と呼ばれる、この流れは、革命の断絶性、近代社会化の側面及び必然性を批判し、さらに、イングランド内で完結されていた議論を押し広げようと、するものであった。修正主義は、革命の源泉を、ジェームズ一世の第一子ヘンリーが若くして死んだ。 ことなどに求め、ヘンリーが王位を継承すれば革命は起こらなかったであろうと指摘する。こうした修正主義によって明らかにされた研究成果は多岐にわたったが、中でもイングランド一国主観に対して包括的なブリテン史を提唱した点は字幕を集めた。1980年代には修正主義と政党学説の間で論争も起こっている。修正主義の流れは、 長期的な視点に乏しく、革命の原因を偶発的要素に求めすぎているなどの批判がある。現在、修正主義を批判的に継承したポスト修正主義やネオイコールホイックなどの流れが複雑に交錯しているが、名誉革命と合わせてイギリス革命、ブリデン革命と呼ばれ、名誉革命以上に歴史的意義を見出されることが多い。一方で、 イングランド革命政府とスコットランドアイルランドの参加国の戦争であるという捉え方も提唱されている。書籍論文また、イングランド議会について、ありがとうございます。